はい、でも忙しい中にあの時間を作っていただきましてありがとうございます。いえいえ、毎年あの私どもはこの県政にあらゆる予算についてあの申し入れをしているわけです。特に今年はあの総選挙の後ということで、国政がどのようになるか分かりませんけど、まあ、それと睨みながらの予算編成がありますけれども、8分野の50項目にあたってもう申し入れしますので、あとあの国立の方から、はい、あの説明するかと思いますけど、分かりました。弱小球団の要望ですけれども、いや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 強くあの認めていただいて、今後ともよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは僕らが地方財政確立と文献の推進、まあ、県政改革ということなんですが、あの先ほど、まあ、うちの代表も言いました通り、まあ、政権が交代をしましたので、まあ、一番心配しているのは来年の地財計画、はい、まあ、特に交付税が、まあ、地方の要望通りしっかり確保されるのかどうかということを、まあ、一番心配をしています。まあ、これまでなんとか1.1兆円ですね、こう上乗せして、まあ、ずっと来てたんですけれども、まあ、その部分を含めて、まあ、その点をぜひあの知事の方からですね、まあ、地方の実情も訴えながら確保して、はい、ということで、まあ、国に申し入れていただきたいというふうに、まあ、思っています。今ちょうど話題にもあったあの税と社会保障の一体改革なんですよ。さっきあれ知事も指摘あったその消費税の方はまあ言ってましたけれども、社会保障の方は今後国民会議で今から井ノ原に詰めていこうという段階ですよね。ぜひあの税 の, その使い道っていうところではですね、社会保障にきちんとしたこの担保されるようなんですね、そういう要望を国の方にもぜひ挙げてもらってですね、やっぱりといた、まあ、保育行政に限ってないんですけど、社会保障というところにですね目を当てていただきたい。だから私は、まあ、いろんな関係の団体の人にも言ってるのは、今回 の, 消費あの地方消費税の分については障害福祉にも理論的に当てられるその措置を作っといたん で我々ももちろんやりますけれども、市や町においてもですね、そんな風に使ってもらえるようにしっかり運動をしていくことが必要ですよと、ここに示されている大きな方向性については私どもも共有できていると思っておりますし、少しでも達成できていくようにですね、前向きにこれからも努力をしていきたいと思っているところでございます。